はい、どうもシアンです。とったらどったらテレビショー続きからやっていきたいと思います。前回の続き、なんかこう夢落ちっぽい演出してるよね。まあ続きやっていきます。嬉しいこと言ってくれるね。はかなさんが確かさつらさんを褒めたんだったっけ。でも正直俺のキャラじゃないっていうか、やってて疲れたな。こんなピシッとした格好普段はしないし、いや何でも似合うからマジ羨ましいっす。はかなさんのキャラが崩壊してるな。お前もそう思うよな。おいんげ、ああ思いますね。背幅あるし威厳もありますよ。イケメンだもんな。ガチで宝石ショーやってるみたいなうさんくささもあるし、それ褒めてないよな。そこ褒められてもちょっと微妙だな。ドラマの収録が終わってから仲のいい役者たちが他愛のない会話をしている。あら、ロキちゃんはこの輪に入れてないのか。特に誰とも仲良くない私はそれを遠目にぼーっと見ている。すると一人でいる私を気遣ってか、幼馴染役をしていた男がこちらに寄ってきた。お、いいやつやお前。今日もお疲れ様。お疲れなんかすげえ疲れた顔してんね。そう見える。ロキちゃん結構名演技だったんじゃん。本番中はしっかりしてるけど、いざ収録終わるといつも気が抜けてそうっていうか。どうした、なんかあった。未だに謎なんだよね、私がこのドラマの主役に選ばれたことが。主役なんだ。まあ、そっか、主人公的立ち位置だもんな。もっと適任者がいたと思うんだ。他の女性陣とか華やかで可愛いし、あ、女性陣って言った。やっぱロキちゃん女の子だな。オッケー。他のやつじゃ務まらない何かがあんたにはあったってことだろ。あんまり自分を下げんなって。そんなんじゃ幼馴染やりにくいし。そうだよね、弱音吐いてごめん。いいよいいよ、オフレコな。てかさ、次の回の台本見てびっくりしたんだけど。なになに、俺犯罪者だったんだな。そうだね、過去に事件を起こしてそれを隠して平然と喋ってたんだって。殺人未遂だからな。でも人間そんなただの悪意のある殺人じゃないと思うんだよな、やるとしても。で主人公にバレて怒涛の質問攻めされて苦し紛れの言い訳祭り。そこまで読んだ。ごめんまだ読んでない。俺が犯罪者でも幼馴染でいてくれる。え、俺が犯罪者でも。お、噛み殺したあくびの墓場はどこ。なんだなんだなんだ、またなんか意味深なタイトルなんだけど。ででででで、あ、自分の部屋。ひどい寝汗だ。思い出せないけど変な夢を見ていた気がする。ベタベタして気持ち悪いし、シャワーしに行こうかな。シャワータイム、セクシーシャワータイム。ぼーっとした頭で部屋から出て廊下を進んで風呂場へ向かった。勝手がわからないながらも豚小屋の施設を使う自分が少し嫌になった。想像していたより作りのいいシャワーから熱い湯を出して心の整理をするのに努めた。さっぱりすると今度はお腹が空いた。あ、ご飯作ってくれてくれてるんだ。もう舌が回ってない。ご飯作ってくれてるんじゃあの人が。何か食べたくて食堂へ向かおうとした矢先、自室から出てきたインゲンと偶然鉢合った。気まずい。あの夢見た後だから気まずい。うわ、びっくりした。部屋から出てるなんて。どうした。ちょっと寝覚めが悪くてさ、お風呂に行ってた。でお腹空いたし何か食べようかなって。あー、実はさ、俺もなかなか寝つけなくて食堂に食い物あさりに行ったんだけど、結構いろいろあったぞ。マジ、高級なレトルトカレーとかワッフルとかわらび餅とか王将の冷凍チャーハンとか。なんか急にレベル下がった気がするんだけど。どーん、ん、違うな、井村屋の肉まんも。何そのチョイスだね。さあな。でもしばらく食うのに困らない感じはあった。そこだけは安心だな。適当な話題が私たちの間を飛び交う。お互いがお互いを暇つぶしに使っているのがわかる。けど不思議と居心地がいい。それが幼馴染との関係ってやつなんだろうな。昔からそうだ。こいつとは何をしていても何を話していても距離感が適度で気持ちいい。幼馴染で気心の知れた友達で、それ以上に軽く家族めいた何かというか恋人的な、なんかそういう感じじゃないの。それとはまた違うの。家族なんて気持ち悪い例えをしてしまった。こんな優しい家族今までいたことないのに。そういえばさ、お前ホラーゲームとか好きだったじゃん。こういうエマージェンシーもどっかで楽しんでそうだよな。は？さすがにそこまで気違いじゃないんだけど。はは、悪い。でも正直もっと参ってるかと思った。そうやって部屋から出れてるあたり大丈夫そうだな。んー、まあでもインゲンのことですごい悩んでるよ今。あれ、そういえばインゲンは何しようとしてたの。俺？なんでお前急に焦んだよ。あれだよ、そう、わらび餅。おい、急に怪しい雰囲気出してくんなよ。
あれ食いたくてさ、一緒に食堂行こうぜ。てん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 。何かを閉じ繕う彼が少しだけ怪しく思えた。いや、怪しかった。思いっきし怪しかった。昨日手元に来たカードが、なんだこれ。来たカードが読み、まあ、思い出す的な感じでいいかな。何か底知れないものを背負っている背中が前を向く、歩く。立ち止まっている私から離れていく。どうした？振り返る顔が何かを考えているのかわからない。だから精一杯の笑顔を作った。殺人未遂と強盗だもんな。謎ですね。お？みんな起きてる？タッタラだ。スマホも置き時計もないから時間わかんないでしょ。ごめんね、俺のせいだわ。これスマホ支給してくれるか。まあそれはどうでもいいんだけど、ダメか。今から5分以内に懺悔の檻に来てください。1秒でも遅れたらポイします。殺される。第2章の準備が整ったからスタッフ一度待ってるよ。次はどんなゲームなんだろう。早くね。巻きで来てね。オッケー。巻きで行くぜ。ポンポーン。第2章とかふざけんなって。マジかよ。まあ昨日のあれだけで解放されるとは思ってなかったけどさ。しゃーね。腹くくっていくか。お腹減ってたのに。ご飯食べたかったのに。これまだいるのかな、三角コーナーに。いるー。はかなさんもいるー。しっかり二人いる。ちゃんと制限時間内に全員集まってくれたね。感謝感謝。ウィスウィス。ち、何が感謝だっつの。来ないと殺されるから仕方なくですよ。次は誰になるだろう。君、なんか嬉しそうだね。ちょっとな、今から何すんのかやろうって、ワクワクしてきてん。いや、楽しんでるよ、このゲームのこと。こんな状況を楽しんでるなんて心配だよ。腹に一物あるでな。何が起こってもそんな驚かん気がするわ。このご時世何より柔軟性が問われるしな。多分迷惑はかけんやから、ずるずる生き残らしてか、なんか噛むこの人のセリフ。生き残らしてんか、ピスの分も。ちょっと関西弁の発音わかんねえんだ、ごめんな。死んだ部下を思いやるクソ上司の愛も垣も見えたところで、そろそろやりましょんか。ラジオネーム、恋する視聴者さんからお便りです。おお、なんだ。罪人の皆さんの人となりが知りたいです。趣味とか、特技メインの自己 PR 合戦してほしいな。何、そんなのでゲーム決まる感じ、今日。いいね、特に最後のな。2回戦目だけど、前回はみんな名乗るくらいで終わったし、自己紹介しただけででも結局結果は出せなくない？なんか自己紹介がしょぼいやつが投票されて殺されんのかな。今回はより深みのある自己 PR 合戦といこうか。その名も特技はよはよウォッチッチ。わけわからんゲーム名。ああもうまた変なことさせる気だ。待ち時間は1人5分。あ、持ち時間だ。自分の人となりを何らかの特技で存分にアピールしてくださいね。人となり言うてもな、なんでそれ示すのが特技になんねん。ないやつもおるやろ。好きこそものの上手なれってな。特技こそそいつの性格が深く現れたそれなんだ。まあ誰しもが、探れば一つや二つはあるっしょ。あるかな俺。え、なんでインゲン焦ってんのそこで。インゲン、どうしよう。ねえ、俺特技なんてねえよ。前回はインゲン君から時計回りだったから、今回は逆にしようか。ってことで、ロキちゃんトップバッターよろしく。やべやべ。インゲンが行く前にね。じゃあ、なんだ、インゲンの番に来る前にインゲンが思いつけばいいけどね。え、私、スタッフが準備できる小道具なら何でも用意するからさ、とりあえず得意なこと言ってよ。なくても苦手じゃないことの数を絞り出してさ、無理してしのいでくれんちょ。めちゃくちゃなこと言うんだけど、得意なことって言われてもな。え、どうしようか。そんなのない。じゃあ歌おうか。助けてインゲン。いや、インゲン無理っしょ。歌うか。歌おうぜ。歌を歌います。自信満々。何の歌？どんぐりころころ。私が好きなバンドの歌。それ1曲で多分5分経つから。持ち時間は潰れるだろうけど、言うてカラオケでしょ。なんかなありきたりだな。いいじゃんいいじゃん。でもこいつすげえうまいから聞いて損はしないと思うぜ。あ、そうなの。聞いてみたいな。この施設音響は整ってないの？もう万全に決まってるでしょ。さすがテレビの力舐めないでくれる。タッタラが小さな手を振ると、私のお箱がどこからともなく流れ始めた。で、そこまで情報知られてるんだね。それにつけ、机の天板が割れて、中から上等なマイクがにじり出てきた。すげえな、ここの設備。なんで私の好きな歌が流れてきたのか、誰がこのマイクを用意してくれたのか、考え出すと不気味でキリがない。けど脳内のこのモヤモヤに気を取られないようにして、必死に好きな歌を歌い上げた。どうだった評価は。どったら無言なんだけど。褒めてあげてよ。
なになに？うんうん。ありがとね、相方。なんだって？実は裏でカラオケの採点機能を使ってたんだけど、ロキちゃんやるね。95点だってさ。おー、すごいそれは。本番に強い子って好きだわ。マジリスペクトしやす。リスペクトされた。やったな。やっぱお前はすげーよ。インゲン人のこと褒めてないで、お前自分のいいところ探せよ。手慣れた歌い方で驚いたよ。君はやっぱり目が離せないね。なんかすごい口説かれそう、この人に。よかった。なんとかなった。で、次はそこのハンサムな兄ちゃんかいな。よろしく頼むで。ご指名されちゃった。あなたの特技は？そうだな。得意なことはいっぱいあるけど、今回はこれにしておこうかな。いっぱいあるってのがすごいな。到底不可能だと言われているけれど、ダイヤモンドとキュービックジルコニアを完全に見分けてみせるよ。何キュービックジルコニアって。コリス君たちに用意がなければ諦めて違うことをするけど。あるの？だから変な心配やめてくれます？テレビ局ってか俺のボス金持ちだから大丈夫だよ。宝石や人工石なんか腐るほど持ってるからね。半端ね。それじゃあ50個ほどと言っても大丈夫。すげえ。タッタラが声を張った直後、私の時見たくサツラさんの机の天板が割れて何かが現れた。最初から用意してたのか。いびつに膨らんだ上等そうなサテンの巾着。それを手に取ったサツラさんは中に入っていた透明な石粒たち相手に無言で微笑んだ。いくらか時間が過ぎた折、サツラさんの騎乗では石がきれいに2グループに分けられていた。これ正解かどうかは分かるの？他の人たちつうか、その石提供してくれた人たちは。終わったよ。ボンソ100個選別したから査定お願いしたいな。なんと、確かにやったからには誰かが答え合わせしないといけないよね。でもあいにく鑑定士は用意してませんでした。ダメじゃん。案の定。取ったらお前まさか。うっそ、お前いつの間に鑑定士の資格取ったの？万能すぎね。なんで俺に黙ってたの？同棲してるのに信じらんない。あれ、これ付き合ってる感じもしかして？立ったらがメスか。マジで？さすが宝石商。ダイヤとキュービックジルコニアが混ざることなく別れたってさ、ご立派です。なんか何とも言えないな。なんつうか庶民からするとすごいのかすごくねえのかもわかんねえレベルだわ。そう、ほんとそれなんだよ。よくわかんない。同じく。お次は君だね。青髪の不良くん。パオくん、何がある？目つきが悪いとか。どうしたの？もしかして何もないとか。え、ほんとに？だったらポイするまでだけどね。苦し紛れでも何かしら見せてもらわないと。あのさ、誰か一人でも途中で詰まって処分されたら、そこでこの回のゲームは終わるの？そうだね。あんまりたくさんポイしても後半に響くし、この回じゃ一人ポイしたら終わりってことで、なんてこった。何それ、最後の人ずるいよ。お、インゲンまでに持つってことか、これ。よかった、俺一番最後だ。視聴者の皆さんは一巡するのをお望みだから、滞りなく言ってほしいんだけどね。まだかな、青い不良は何が得意なのかな。急かされて動かないやつってバカか残念なイケメンか耳なしの三択だと思うんだよね。まあそのどれも嫌いだけどさ。嫌いなのか。チッ、うっぜーな。で、あるの特技は？でもこの見た目からしてどんな特技なんだろう。え、二度とやんねえつもりだったけど死ぬよかマシだな。しゃあねえから見せてやるよ、俺の特技。何？クソリス、サッカーボールよこせ。サッカー部だった。その声に待ってましたとばかりにタッタラが笑って、パオくんの机の天板が割れた。そこから現れたサッカーボールを手に取って、パオくんは体中を器用に使ってドリブルし始めた。おー、すごい。すごいね。これ5分ずっと続けるの？大丈夫？頭痛ないんか？激しそうやから見とってハラハラするわ。どういうこと？頭でずっとやってんの？ヘディングヘディングヘディングみたいな。無言で集中してる。真剣そのものだ。おー、成功したっぽい。けどどことなく複雑そうな顔に見えるのはなんでだろう。いや、この子はなんか悪意のある犯罪を犯した感じじゃないんじゃない？なんかね、予想だと親友に怪我をさせてしまい、その負い目を感じてサッカーをやめてしまった的な。となると相当罪軽いじゃねって思うけど、どうだろうか。